ライバル出現ってとこだな、ハグ。そうみたいですね。秘術剣山。俺が来たからにはもう大丈夫だってばよ。お、ナルト。話が長い。たくあのバカ、あんな目立つ登場しやがって。よし行くぜ、影分身の。しまった。おい、相手の正面から術をかけようとするバカがいるか。できればおとなしく倒れていてもらいたかったんですが、そうもいかないみたいですね。トくん、この程度の火力では解けませんよ。どこだ本体は。シャリンガン、君も決定限界の力を、戦いの中でその際。余計なお世話だ。知るかよ、勝手が勝手に。サスケ、大切な人を守るために、尊敬に値する忍びでした。仲間の死は初めてですか。これが忍びの道ですよ。違う、このマガマガしいチャクラは、かつて。この子には叶いません、ザブザさん。お前はあん時の。なぜやめるんです。勘違いをしている人がいます。倒すべき敵を倒さずに情けをかけ、命だけは見逃そうなどと。何が言いたいんだ。サブザさんにとって弱い忍びは必要ない。で、あんな奴のために悪人から金もらって悪いことしてる奴じゃねえか。僕の両親です。細々と農業を営むだけの貧しい生活でしたが、僕が物心ついた頃、ある出来事が起きた。だから何が起きたんだってばよ。父が母を殺し。を殺してください。納得いかねえ。強い奴でいるってことだけがお前がこの世にいていい理由なのかよ。手を汚させることになってすみません。それしか方法はねえのか。はい。君は夢をつかみ取ってください。